こんにちは。アニアセヨマガンタンハポンポンボニーです。オラコモエスタスニハオダジャハオボンジョー。はい、というわけでお久しぶりでございます。そして改めまして、あの最近たチャンネそして最近チャンネルパパパパパ最近チャンネル登録してくださった方、はじめましてボニーと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、タイトルにあるように今後についてのご報告ということで動画回しております。ボニーどういうことをしてる人間なのか、何者なのかっていうところでね、もう一言では巻きな、ま、ポポポいろんなことしてるんですけど、自分の会社してて、その中で英会話スクールやったりとか、まあ、インフルエンサーとしても活動したりとか、いろんなことしてるんですけど、最終的にはこう世界のスーパースターっていうのをね目指してるんよね。で、なんか世界のスーパースター、例えばネットフリックスの作品に出るとか、なんかで今後アニメも作りたいと思ってて、自分をベースにアニメ作りたいとか、なんかそういう、もうやりたいこといっぱいあるから、そういうのを全部叶えられる人に、あの実現していく人になっていきたいなということでやっております。基本的に好奇心旺盛で、もやりたいと思ったらやるみたいな、アメリカ留学行くって決めたら行っちゃうみたいな、フィリピン行こうかな行っちゃうみたいな感じで、動画も出しちゃえって言って出して、インスタとか TikTok でもショート動画出してるんやけど、そこであのまさかここまでバズるとはっていうことすごい多かった。この初めて約3年ちょいとか経って、すごい予想外のことがね多くて、その分なんかこうウィーってなることもあれば、うーんって下がることもあったからさ、このアップンダウンがすごいよね。本当にそのダウンの時ってほんまにもうどん底みたいな、もう無理かもって思うことめっちゃあったわけよ。上がる分下がるからさ。ほんでまあその時にどうやってここまで3年間続けてきたかって言ったら、もう皆さんのおかげなんですよ。ほんまに嘘なしで、もうこれまでやってこれたのはコメントのおかげと言っても過言ではないくらい、私にとってはすごいパワーをもらってるわけですよね。 YouTube のコメントもそうやし、 TikTok とかインスタの方でもいろんなコメントが来るんですよ。オニックスの方でもなんか本当に役立つ動画ありがとうございますとか言って、いやこちらこそ見てくれてありがとうございますって感じやねんけど、そのコメントのおかげで私の原動力になってるんで、本当に感謝してて、今後ねフィリピンでお仕事したりとか、日本の中でもいろんなところに行かせてもらったりする予定なんやけど、それ もう皆さんの声のおかげで私はもう活動させてもらえてるので、本当に本当にありがとうございます。本当にこれ伝えたかった。あ、ほんでさっきちらって言ったみたいに、来月とかもフィリピンに行ってお仕事させてもらう予定やねんけど、こういろんなことをする中で、あの家庭も楽しみたいタイプ、いや何かやる中で楽しめないとなんかもういやってなっちゃうタイプなんよね、私自身が。だからこうこれからやることもとかも、家庭を楽しんでる姿、失敗しても成功しても家庭を楽しんでる姿っていうのを見せていきたいし、まあ、いつでも楽しめるってわけじゃないで、本当にうんへっってなる時もあるからさ。だけどそのそういう姿も全部お見せして、私もこういうのやりたいけどちょっとでもって立ち止まってた人とかにが、なんかあ失敗してでもいいから一歩進もうって、なんかその誰かチャレンジ、何かにチャレンジしたい人の背中をポンって押せるようなね、あの存在になりたいなって思ってるので、こうやって YouTube 動画だったりショート動画とかね、動画に載せてお見せしていく予定です。あの家庭を楽しむっていうのはもちろん言語にも当てはまることやと思っててね、その英語でもそうやし言語でも、なんかこうできるだけ楽しめるように自分がやってる言語学習方法だったり、そういうのもいっぱい出していけたらなと思っております。なのでね、こう言語学習に興味ある人とか、海外移住、まあ、海外の生活に興味ある人だったり、海外旅行とかね、いろいろ海外に興味ある人とかはね、ぜひあのチャンネル登録していただけたら楽しいものが見れるんじゃないかなと思います。ボニーのショータイムだけでショーをいっぱいお見せできたらなと思ってます。これからの活動とかね、こういうことをしていきたいみたいな、ちょっとお話しするとね、フィリピンにタホっていうのがあって、全国民に愛されてると言っても過言ではない食べ物やねんけど、タホっていうのが豆腐、黒蜜シロップ、サゴ、タピオカ、サゴでできてるものがタホっていうのやねんけど、このタホ広められたらいいなって思ってて、でなんでかっていうと、タイとかベトナムとか中国もさ、韓国料理とかもさやけど、アジアの料理っていろんなものがめっちゃ広がってる中、フィリピン料理って全然広まへんねんな。自分のルーツにもあるフィリピンっていうのの魅力をなんかもっと伝えていきたいなと思って、まずはちょっとタホを広めていこうじゃないかということで、あのタホを広める活動をちょいちょいしててんけど、なんとね7月に沖縄でタホを出すことになりました。楽しみ楽しみしょうがない、本当にもう。これね、詳細はまた伝えていくんやけれども、なんか他方を広める活動もしたりとか、来月もね仕事でフィリピンに行く予定やねんけど、そのフィリピンの魅力みたいなのねお見せしていく予定でございます。はい、あとはね本当にもう遠い遠い先の目標ではあるけど、なんかアニメとかね作ってみたいし、
なんかネットフリックスとかのコメディ作品にも出てみたいし、本当にやりたいこといっぱいあるね。やってみたいなって思うことがいっぱいあるから、みんなで一緒にワクワクしながら叶えていこうじゃないかということで、今後ともよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. クルーズ船とか乗ってみたいよね。この間さ、ディズニークルーズみたいなの調べたわけよ。めっちゃ楽しそうやって。行ってみたいな。ディズニークルーズ行ってみたいよね。いやー、とりあえずご飯食べよう。